テンパりました。シーソーリャンピン、どっちも通りそう。シーソーが筋、リャンピンがダイレクトの筋、ただ E ピンめっちゃ速くて3枚切れ、うん、これリャンピンになりますか。リャンピンワンチャンスですね。3ピンも3枚見えてますね。どっちか選びますか。選びそうですね。はい、リャンピン短期順からシーソー短期1枚、だからまあどっちがいいかですよね。どっちが通りやすいかじゃないですか、もうこれ。いや、どっちが上がりやすいかだと。おー、リャンピン短期、これ順からチーソー短期、内川首をひねる。いやー、俺の選択はどうだったんだと。これ久渡のツモ番もうなくなりましたね。あれ、数ピン2枚とも1枚ですね。あ、1枚、あ、ごめんなさい、2枚だ。そう、ごめんなさい、変わってなかった。うわ、二山のまま流局。うん、アキさんもね、あれウーピン引いたらリャンピン危なかったかもしれないですね。なるほど、うん。さあ、何の一局は内川久渡の2人転敗で流局となります。秋の親番が終わります。持ち点4800点のトップ目で残り3局。昨年の11月29日以来の個人4勝目なるか。何の2局、ドラは3走、親は内川。確かにでも接戦ですね。まだ内川さんの顔怖いわ今日。今日、はい、めちゃくちゃ本当に気合入ってるんですよ。ちょっとなんか怖めというか、鹿目状態が続いているというかね、節目勝ちみたいな感じですか。そう、内川はトップは12月の10日。待って、これ貝森さんだって。何あんこ初統一 E ピン、これはチート打ちだ。詰まっ、あ、どういうこと。チートイツもあるってことですか。三層重ねて、三層重ねたらトイトイとかだもんな。もう初泣きたいですからね、多分ね。まあ、これ漫画でいいと。1枚1枚何を引くことによって、後に一色とかになった時に、うん、少しボケたりします。ボケますね。なるほど、はい、そういう効果を狙っているのか、それとも秋までは結構まだ1万5000点以上開いてますからね。まあ、ただ親が残ってるんでね、はい、だからその自分があんまりリーチをする手にならないだろうっていうことですよね。おー、なるほど。まあ、おそらくまあ初が出たら泣こうと思っていて、まあ、ウーピンとかも泣くと思うんですけど、はい、ええ、だったらまあむやみにカンドラは増やさない。あれ、いいシャンテン、3色いいシャンテン、3色きた。あと、まあ何を関せずともまあそこそこの打点ありますもんね。もうそうなんですよ。ヤクヤク赤、そしてドラの3層1枚孤立。これチーピン周りでね、いい形になったら本一への移行もね、ありますよね。E ピンや初ポンしたら一回カンローマン払うなんていう手もあるかもしれません、うん、さあ、そして久渡が3色いいシャンテン、ドラの3層重なりだって嬉しい。確かにこれね、難しい、難しい。カンローマン払いたい、さすがに、うん、払いです、カンローマン払い。赤ウーマン、チートイツです。チートイツですね、はい。いや、もうここから先は秋は打点じゃ、あ、これは本一ですか。です、ね、ドラ受けですが、いった、内川いった。久渡はあとはジャントを待つパターン、関数ピンからいきます。これチーマン打つじゃないですか。あ、ドラ、これいった。おお、結構本一に限定できないような捨て牌だけに、確かにチーマンから行く手もあるのかなと思いましたね。ちょっとまあ泣く牌によってはね、はい、かなり本一をボケますよね。危険度というか安全度どっちかといえばというね、はい、これもうテンパに見えてるのもありますよね。でも確かに何チュンでちょっと本一っぽくないなと思うと、 あれこれは、いや、でもこれカンローマンやっぱり払ってるな。うん、払ってる。これだ、でもちょっと誰も止まん、あ、テンパピンズいった。地獄待ち、地獄のチュン短期、まだ間に合うってことなんでしょうね、これ。そうですね、はい、あー、来たよ、ここも来たよ。イーソー打って、これメンホンチートイーシャンテン、でもポンもありますね。どうするんだろう。あー、これだ、ドラ重なったらカンパーマンのリーチだ。しかも馬強よしと、ニヤマ、これ内川に今このパーマン出ない、出ないですね、はい。で、初 E ピンは4 3 3、あ、初、初だ、ここはまあ、いや、さすがにチュンか、うんうん、でもこの初どうするんだろう、将来。危ないです、頑張っちゃうと危ないですね。危ないです、頑張っちゃうと。初 E ピンがこれで2枚、そしてカンパーマンが2枚、初が1枚、十分秋さんの勝ちもある、ある。ただ久渡が初を掴んだ場合は
頭羽でかやもりの上がりです。これで頭羽を言った後のテロップの速さがすごい。もう準備してたな、まあ、頭羽の状況でしたから。そうですね、はい、おなてんになってますからね。同じ町の天杯行った。もう降りんと。降ります、降りませんね。もう8000ですからね、はい、これ降りるかな。急走とか打つかもしれない。まあ結果的にはここで降りると正解になりそうですけどね、初が、はい、いやいけないと思う。そうね、親も来そうだしね。かやもりがちょっと不気味すぎる確かに、何やってんだ。タンヤオなのか。でももし染まってるとしたら、はい、ちょっとまだ余り灰がなさすぎる感じはありますよね。それは私も思いましたね、うんうんうん、ここは受けます。まあ焦ることもないと、はい、今急走、うん、アキさん受けたかな。テンパったぞ。ウーマンがかやもりに現物。ウーマン握れなんで、さすがにウーマン切るしかないでしょ。シンプルに数万短期ですね、はい、ちょっと待って、数万どうですか。数万は1枚、まあ1回が数万短期ですね。ヒサトが2枚、内川が多分数万短期にするので残り1枚。んこれはリーチするか考えてるってことですか。いやこれウーマン短期、ウーマン切りにくいってことか。切りますよね、うん、切ると思いますけど。初いいピンが2枚、初いいピン2枚、パーマン2枚、そして内川の数万が現状1枚。シャーはシャーシャー倍1。シャーって何ですか。シャー短期ですよ、内川のシャー短期ですよ。いやシャー短期じゃないじゃん今。いやシャー短期にしたいんですよ今。もう未来の話をしてるんです私は。未来の話はい、あーなるほどね、はい、ここにシャー持ってければ2山ですよ。いや3ピンはと大丈夫だよ。いやもう行くよ、行くよ、ない。3ピン逃げれ、薄い壁リーチまで。ほらシャー短期なんて全く考えてなかった。数万一。吉さん、はい、ちょっと話ごまかさないで。さあ、つだ2004戦は2404戦。約々本一ドライ赤1、2004戦の4本馬、供託が4。大きい、これは大きいです。これでかいっすね、13,200点の収入ですよ、うん、2番手のかやもりがこれはほぼ並んだ。がよく見えたってことですかね、はい、ひょっとしたらもうあったかもしれないですね、はい、だからあとはまあウーマンキリーチに、まあでも切ると思うんですけどあの点だったらね、うん、さあドラチーピン何の3曲。親は本日バースデーの久里さん来たよ、誕生日ハイパイプレゼントフォーユー、センキューソーマッチこれはいい、6000オールじゃないですか。6000オールあります、はい、これはあります。